も早い段階で主導権を握って先に点を取るような、まあ、前半からこう動いてくるようなサッカーになるんじゃないかなというのは予想しますけどね、はい、はい、押し戻されるような形でしたし、今のフリーキックもチャンスです、ね、そうですね。さあボックスの中に入ってきた小見、シュート打った、キーパー川島がっちり抑えました。まあボックスの中に入って躊躇せず、さあ藤川から上原を経由して右サイド、上村クロス入れてきた、パンチングセカンドボール、これは大きくプレーをしましたダニーロゴメス、中に入ってくる。さあ左足シュートもあるぞ、中央コミが絞っていた右足、コミ右足放っていきました、切り抜いていきました。もう一度松本クロス入れてきた、ゴール前ジャミー、いや最後は松原ですか、スペースができてお互いがこう起点を作れるようになってきたので、はい、あとはここからどこまでシュート、あー PK です PK です、後方からのロングフィードのボール、ボックスの中で彼のハンド PK、 主審の山田ペナルティースポットを指しました。ここですね、まあね、こうハンドの判定の中でこう大きく手を広げて当たったらというペナルティーキック確定です、 PK 確定、ハンドという判定になりました。岩田にとってはこの先制のチャンス、ジャーメイン決めた、落ち着いて決めました、1対0、ジャーメイン今シーズン6ゴール目。まあ、PK は川崎戦でも落ち着いてね、2本決めてますし、そうですね、もう今も落ち着いてきましたね、で人数かけてないんですか、ほらジャーメン決めた、2対0、スピードを上げてボックスの中、右足振り抜いていきました、今日2点目、ジャーメン2対0、新潟を突き放します。一瞬でしたね、ややこう新潟、秋山のシュート、バーを叩いた、まだあります、中に押し込んでいく、そして太田シュートは打てない、まだ新潟クリアをしました、ボール2個分下であれば枠に入ってるって形でした。いやジムラのね、岩田のこっちのバランスいいですね。ここでタイムアップ、ジュビロ磐田4試合ぶりの勝利、2対0。